はい、それではね、こちらマイクロフランネル加工の、長調面のね、紹介になります。はい、でまずこの生地の特徴なんですけども、マイクロフランネル加工ですね、私の、おすすめの加工になります。マイクロフランネルって名前の通り、まずねこう毛足がすごく繊細なんですよね。起毛してるんですけども、ちょっとネル通常のネルと比べてすごく繊細なので毛羽立ち感がまずないんですよね。起毛してるのにサラッとした、ね、質感で本当にねこう大げさじゃなしにちょっと、ね、カシミヤのようなサラッとした、ね、こう肌触りをこう楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。またね冬の季節ですね、寒い季節にねこう使えるコットン素材っていうところもねすごくねいいんじゃないかなと思います。はい、で次にですね、この生地ベースがですね長調綿っていう最高級のね、綿の糸で織られた、生地になります。長調綿ってね調べてもらえると分かるんですけども、通常のものよりもねこう糸が長いのですごくねこう繊細に織り上げて、この風合いもね、またこう通常の生地よりもねこういいんですよね。とにかくねこう触った感じの肌触りが全然違いますね。これ綿 100% なんですけども、非常に高級感も楽しめるんじゃないかなと思います。はい、でカラーもね淡いねこう明るめのこうグレーカラーで、これ先染めなんですよね。染めていろいろあるんですけども、糸の段階でこう染めて織り上げられてるので、非常にこの木彫を楽しめるというかね、ベタっとした感じがねこうないんですよね。その辺もねすごくねこう高級感プラスね、なんかこう色の出方がねこうすごくいいんじゃないかなと思います。はい、で次に、生地の厚みなんですけども、これはね中肉厚になります。本当にねこう薄すぎず厚すぎずですね、イメージで言うとトップスを中心にねボトムスワンピースいけるんじゃないかなと思います。軽やかなね素材の生地なので、こうやってねこうギャザーを入れたデザインなんかもねすごくこう楽しめますので、ぜひね作品の参考にしていただければなと思います。まあギャザー寄せて OK ですし、意外とね地がしっかりしてるんですよね。しっかりっていうのは硬い意味じゃなくて、本当にこうクオリティが高いので、こうタックを寄せた時にもねこう綺麗に出ますので、ぜひね作品の参考にしていただければなと思います。はい、以上になります。作品のご紹介をいたします。まずこちらワンピースになっております。とても、ね、シンプルなんですけれどもね、素敵に仕上がっております。ノーカラーで前中心にねタクがあるのもアクセントになっております。でこちらのデザインは前から見ると本当にシンプルなんですけれど、後ろにねアクセントが盛りだくさんになっております。ちょっと見てみますね。こちら後ろなんですけど切り替えがあります。ちょっとウエストから下がったところに切り替えがあって、ここに飾り布がね挟み込まれているのもねとてもおしゃれなアクセントなんじゃないかと思います。そして下身頃の方はボタンがついているんですけれど、これね開くようになっております。全部閉めてワンピースとして着ていただいても素敵ですし、下にねパンツとかスカートとか重ね着をしていただいて、ボタンを外してねわざと見せて着ていただくのもおしゃれポイントになるんじゃないかと思います。いろいろね着こなし楽しめると思います。そしてワンピース以外にボトムスも作ってみました。こちらねパンツ風スカートになっております。これパッと見スカートのようにね見えるんですけれども、実は、裾のところね真ん中が縫われているんですね。ここがねなので足が両サイドから出るようになっております。サルエル風のスカートになっております。でパッと見はスカートに見えるから、サルエルちょっとねまだ躊躇しちゃうわっていう方なんかにも履きやすいタイプになっております。でウエストもねゴム仕立てになっていて、作るのも簡単にねできているんですけれども、生地がねやっぱり柔らかくてしなやかなので、ゴムが入っていたり、こういうふうにこうバルーンのね少し膨らみのあるデザインでもすっきりとしたシルエットで着ることができますね。そして綿なのでアイロンとかね縫いやすさとかも扱いやすいタイプになっております。ぜひねいろいろなデザインで楽しみながら作っていただけたらと思います。